損保ホールディングス株式会社は、損害保険ジャパン株式会社をはじめとする、保険会社を中心とした企業を参加に持つ、持ち株会社である。グループスローガンは、安心、安全、健康のテーマパーク。東京海上ホールディングス、MS&AD インシュアランスグループホールディングスと並ぶ、いわゆる、3メガ損保の一角。 NKSJ ホールディングス時代のロゴマーク2010年4月に株式会社損害保険ジャパンと日本コア損害保険株式会社が経営統合し共同持ち株会社として NKSJ ホールディングス株式会社を設立した社名にある NKSJ とは日本コアの NK と損保ジャパンの SJ をそれぞれ取ったものであった2014年9月に 参加の株式会社損害保険ジャパンと日本公は損害保険株式会社が合併して損害保険ジャパン日本公は株式会社が発足したのに同年11月に当社及びグループの略称として損保ホールディングスが制定され2016年10月に損保ホールディングスが正式社名として再度変更された子会社の損害保険ジャパンが旧、 日産コンチェルンの源流企業であるため、旧日産系の企業から構成される、春興コン会のメンバーとなっており、当社並びに、損害保険ジャパン以外にも、損保ひまわり生命保険、損保リスクマネジメント、損保アセットマネジメント、損保ケア、損保コーポレートサービス及び、損害保険ジャパンの子会社である、損保ジャパン D c 証券、損保クレジット、 損保システムズのグループ会社7社も、春光今和会のメンバー企業となっている。本節では、当社の直接子会社について述べる。なお、損害保険ジャパンの子会社については、損害保険ジャパンを主な子会社を参照。2014年9月1日に、損害保険ジャパンと日本コア損害保険が合併し、損害保険ジャパン日本コアを発足。 2020年4月1日に、全身会社の一つだった、損害保険ジャパンに、称号変更された。2011年10月1日に、損保ジャパンひまわり生命保険が、日本講和生命保険と対等合併し、NKSJ ひまわり生命保険を発足、当社の直接子会社に移行。2014年9月1日に損保ジャパン日本講和ひまわり生命保険へ。 称号変更され、2019年10月1日に、現称号へ再度称号変更された。2016年4月1日に、損害保険ジャパン日本講話の子会社だった損。2018年10月1日に、同社のヘルスケア事業を新設分割して、損保ヘルスサポート株式会社を設立し、現称号に変更した。 ソンポホールディングスグループの介護事業は2015年12月1日に、渡見株式会社からの株式取得によって、ソンポケアネクスト株式会社を子会社化したことから始まり、2016年3月7日には、株式会社メッセージを株式公開買付によって子会社し、同年7月1日付で、ソンポケアメッセージ株式会社へ称号変更。 2017年4月からの損保ケアメッセージ損保ケアネクストの一体運営を経て2018年4月1日付で損保ケアメッセージ株式会社が損保ケア株式会社に称号を変更した後同年7月1日付で損保ケアネクスト株式会社株式会社ジャパンケアサービス株式会社プランニングケアの3社を吸収合併時介護事業を集約した 旧ソンポジャパン参加のソンポジャパンアセットマネジメントと、旧日本公はソンポ参加のゼストアセットマネジメントが、合併してソンポジャパン日本公は、アセットマネジメントが発足し、当社の直接子会社に移行。2020年4月1日に現象号に変更した。当社とプレステージインターナショナルの共同出資2015年12月25日に、株式取得により子会社化。 2016年12月25日付で株式会社プロダクトはランティジャパンから称号変更。2018年10月1日にソンポリスケアマネジメントからの新設分割により設立。当社と伊藤忠商事の共同出資2014年9月1日に株式会社ソンポジャパンビルマネジメントと日本コアオフィスサービス株式会社が合併し、 ソンポジャパン日本コアビルマネジメント株式会社を発足。2016年10月1日にソンポビルマネジメント株式会社に称号を変更され、2018年7月にソンポキャリアスタッフ株式会社を吸収合併。2020年4月1日付で当社の直接子会社に移行され称号を変更された。ありがとうございます。